マトリックスは現代自動車が2001年から2010年まで製造・販売していた5人乗りトールワゴンである。韓国と台湾ではラビータオーストラリアではエラントララビータの社名で販売されていた。XD 型エラントラのプラットフォームをベースに開発された。全長はエラントラから大幅に短縮されて4メートルをわずかに超える程度となっている。 スタイリングはピニフハリーナによって手掛けられ、内装はダッシュボードにセンターメーターが採用された。エンジンは1.6リットル 103PS、1.8リットル 123PS、1.5リットルクラディ 110PS の3種類。トランスミッションは5速 MT と4速 AT の2種類であった。2005年に最初のフェンスリフトが行われた。韓国では2007年に製造。 販売が打ち切られ、ヨーロッパ向けはヒュンダイアスさんのイズミット工場に生産が移管された。二度目のフェンスリフトモデルは2008年3月のジュネーブモーターショーで発表された。フロントマスクが FD 型 i32 に似たものに一新され、C ピラーから後ろのウィンドウの段差を隠す処理が加わった。マトリックスの生産は2010年に終了し、 代わって2011年初からチェコ生産の Line20 が発売が開始された。マレーシアではイノコムが自社ブランド社として組み立て販売を行っていた。ありがとうございます。